ハルトハウゼン・アム・コッハーは、ドイツ・ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す農業を主産業とする町村。ハルトハウゼンは、ハイルブロン郡東部、ハルトハウスの森の平原部、コッハー川下流域に位置している。ハルトハウゼンに隣接する市町村は、南から時計回りに、ランゲンブレタフハ、ノイ・エンシュタット・アム・コッハー、ノイデナウ、メックミュール、ビッテルン、ヤクストハウゼン、 ホルヒテンベルク及びエーリンゲン。ハルトハウゼンは、ランゲンブレッタ派及びノイエンシュタットアムコッハーと共に、行政共同体を形成しており、その本部は、ノイエンシュタットアムコッハーにある。ハルトハウゼンは、ゴホゼン、コッハーシュタインスフェルト、ラムポルツハウゼンの各地区からなる。ゴホゼンとコッハーシュタインスフェルトは十六年十二月十八日の皇帝夫三世の文書に、 初めて登場する。1974年1月1日に、ゴホゼンとコッハーシュタインスフェルトが合併し、新しい自治体ハルトハウゼンアム・コッハーが形成された。1975年1月1日、これに、ラムポルツハウゼンが加わった。ゴホゼンコッハーシュタインスフェルト及び、ラムポルツハウゼンには、それぞれ独自のプロテスタント教会がある。カトリック、 新シ,シトキリスト教会、エホバの承認の各教会組織がノイ・エンシュタット・アム・コハーにある。ハルト・ハウゼンの議会は16議席からなる。これに市長が加わり議長を務める。ラムポルツ・ハウゼンの近くには1963年からドイツ航空宇宙センターのロケット推進装置の静止燃焼試験場がある。この他に人工衛星の姿勢制御装置の開発を 行っているアストリアムスペーストランスポーテーション社の施設がある。ハルトハウゼンのコッハーシュタインスフェルトは、ビュルテンベルクワインの、コッハーイコールエクストイコールタウバー地方、コッハーベルク第地区に属すワイン町である。ハルトハウゼンは、連邦アウトバーン A81 号線沿いに一致している。最寄りのインターチェンジは、ノイエンシュタットアームコッハートメックミュールにある。 かつての運転でコッハータール鉄道は1993年に廃止された。ハルトハウゼンは日韓カミハイルブロナーシティン目の北東部版に掲載される。ご保ン地区にはスポーツセンターブフスミューレがある。その近くに新しい体育館ブフスバッハタールハレト2名のサッカーグラウンド1面のテニスコートがある。ありがとうございます。